ティモール島。東ティモール西ティモール東ヌサトゥンガラ州全図。西ティモールはインドネシア東部の地域。ティモール島の西半分に位置し、東ヌサトゥンガラ州の一部である。中心都市はクーパン。面積は約15,850平方キロメートル。西ティモールに囲まれて、東ティモール民主共和国の飛び地で、植民地時代のオランダ領ティモールの中心都市だった。 オエクシアンベノガール。ヨーロッパによるティモール島の植民支配は16世紀に始まった。1520年にポルトガル人がティモール島の領有を宣言していたが、1640年にオランダ人がオランダ東インド会社の下で西ティモールに定住を開始し、ポルトガル人を追い出した。1799年にオランダ東インド会社が解散した後はそのまま、 オランダ領となった。その後オランダとポルトガルの間で結ばれた条約に基づき、1914年に東西ティモールの境界線が決められた。第二次世界大戦中の1942年はじめ、日本がティモール島を占領した。日本が降伏を宣言して、わずか3日後の1945年8月17日、インドネシア共和国が独立を宣言。 オランダは再び西ティモールを領有しようとしたが、インドネシアとのゲリラ戦に突入し、結局1950年にインドネシア共和国が西ティモールを東ヌサトゥンガラ州の一部とすると宣言した。西ティモールには約195万人が住んでおり、その大半はオーストロネシア系、パクア系、ポリネシア系である。家境も少数ながら住んでいる。ニシティモールの主な宗教は、 カトリック、プロテスタント、そしてイスラム教である。ニシティモールの失業率は10%にも上る。一人当たりの所得もインドネシア全体の平均の約3分の1にとどまり、ニシティモールの経済は大きく遅れをとっている。なおニシティモールの経済活動の中心はクパンとその周辺である。白檀が取れ、白檀オイルの生産量は世界一。ありがとうございます。